はいこんにちは一ノ瀬ですえー、今日はなんといってもパリオリンピックのお話でしょうということでやや出遅れ気味でございますがいよいよ始まりましたえー、パリオリンピックのお話でございますえー、開会式は日本時間の7月27日の深夜2時半からということでね私あの寝てしまったんですけれどもまあ、眠らずにねリアルタイムで開会式をご覧になられた方も多くいらっしゃったのではないでしょうかまあ、なんならね早めに寝て逆にこう2時半に起きてねえそこから見ましたみたいなね、えー、そんな方も いらっっししゃったかもしれませんで私ねあの開会式もね競技も基本あの録画してね後で見る派なんですけれどもちょっとね難しいのはやっぱり競技なんかはね朝こうスマホなんかを開いたりしたりなんか朝のね「おはよう日本」なんかを見たりするとなんかあのそのニュースとかね SNS とかニュースサイトなんかで結果がこうデカデカと載っててなんかあのネタバレされてしまうというね。 ネタバレを見ながら録画を見るかあるいは、ね、こう夜中まで起きて、ね、リアルタイムで見届けるかっていう、ね、あるいは録画を見るまで SNS に一切アクセスしないか、まあ、どの方法を、ね、取ろうかということで悩んでいるところでございます。 はい、ということで、ね、今日はオリンピックにも海外の王族方が集結なさいましたということでオリンピックに駆けつけてくださいました海外の王族方のお話をご紹介してまいいりたいと思います NHK の,の、ね、オリンピック開会式を、ね、ご覧になっていらっしゃった方はああって思われたかもしれないんですけれどもなんか開会式で、ね、あの選手団がこう川下りをしている途中でなんか一瞬、ね、オランダのウィレム・アレクサンダー国王と牧島王妃が画面に映りましたよね。 あなんかオランダ選手の応援でね開会式に見えられてるんだというふうに思いましてほ、まあ、他の国のことながらねなんかこう嬉しく思いましたね。ということでして今日はニュー・マイ・ロイヤルさんの2024 26年7月26日の記事からご紹介をしたいいと思います記事のタイトルが世界の王室メンバーがパリオリンピックの開会式に出席というねこういった見出しでございましてここから引用になります。 7月26日、モナコのアルベール2世大公シャルレーヌ大公妃それからモナコ大公のお子様2人ですねガブリエル王女それからジャック王子それからオランダのウィリエム・アレクサンダー国王とマキシマ王妃デンマークのフレデリック国王とメアリー王妃ベルギーのフィリップ国王とマチルド王妃スペインのフィリペ国王とレティシア王妃がパリで開催された2024年パリオリンピックの開会式に出席したというようなことです。 7月26日から8月11日までの19日間の競技期間中329の競技が行われるこのオリンピックでは1万500人以上の選手が競い合うということでここままでが引用となりますえ今回、ね、フランスのパリでの開催ということで、ね、ヨーロッパの多くの王室から王室メンバーが集結なさったというようなことですね。 オランダのウィレム・アルクサンダー国王とマキシマ王妃は国のカラーであるオレンジでコーディネートされていてネクタイだったりねあのマキシマ王妃の小物だったりがオレンジでコーディネートされておりましたそれからデンマークのメアリー王妃も国旗を意識したお召し物で赤と白のねコーディネートでいらっしゃいました。 別の記事ではウィレム・アレクサンダー国王マキシマ王妃そしてアマリア王太子と次女のアレクシア王女が開会式の翌日オランダ選手の選手村を訪れて激励されたといったような記事がありましてオランダからは名の選手が参加されているようですウィレム・アレクサンダー国王は276名というたくさんの選手とともにこの場にいることを誇りに思いますとコメントをされました。 そして選手村訪問の時は王室メンバーも選手たちと同じオレンジのシャツであるとかねオレンジのドレスをお召しになっていらっしゃいました。 で同じく、ね、デンマーク国王夫妻も7月26日にオリンピック選手村をご訪問されましてデンマークの選手団を、ね、激励されていいらっしゃいますデンマークからは20の競技に135人の選手が出場されるそうでございまして選手村ご訪問の時にはデンマーク国王夫妻も選手と同じ、ね、デンマーク選手団のジャケットであるとか T シャツをお召しになっているところが、まあ、選手たちとの、ね、一体感を感じられるところでございます。 でなんかお食事も、ね、選手たちと一緒のテーブルでなんかみんなと一緒に、ね、お召し上がりになっていらっしゃるようなお写真もございますで日本では、ね、あまり放送されることがないんですけれどもあのホッケーという競技が、ね、ございますがベルギー国王夫妻は開会式の翌日にホッケーの試合を観戦されました。 ベルギー代表のレッドライオンズとアイルランド代表のホッケーの試合を観戦なさったそうでして幸いにも、ね、この日はベルギーレッドライオンズが2対0で勝利ということで、ね、きっと観客席も盛り上がったのではないでしょうかベルギー代表団は21の競技に165人の選手が参加するそうでございます。 でこれ試合の前かとかねちょっと明記されていなかったんでわからないんですけれどもベルギーホッケーチームの選手こうお一人お一人に、ね、国王祭がお声がけをさせてされているようなお写真がございますそしてこちらはねあの観客席で撮影された写真だと思うんですがこの両サイドのね説明係の人のお一人がスマホで国王とこと自撮りをしている、ねまあ、こういった写真ですよね。 でまあ、こうして見ておりますと国王とか、ねまあ、王室メンバーといってもなんか皆さん本当にこう気さくな感じで国民に近いところに、ねまあ、いらっしゃるなというふうに、ね、思いますね。 でスペイン国王夫妻も、ね、開会式の時に、まあ、ご自分で、ね、自撮りをしていらっしゃいますしお席もなんか、ね、一応、まあ、貴賓席なんじゃないかなと思うんですけれどもでも、ものすごくこうきらびやかな、ね、特別な席という感じでもなく、まあ、普通の、ね、観客の方に混じって、えー、見学なさっているようなそんなご様子でございます。 スペイン国王夫妻の選手団との交流につきましては7月25日に開会式の前日ですねパリの中フランススペイン大使館で選手団を招いたレセプションというのが行われましてそこで壮行会のようなものが行われたそうでございます。 まあこうして見て見おりますと、ね、フェリペ国王はもともと背も高くてスタイルもいいしですね、まあ、いつもおしゃれと言いますかね当たり前なんですけれども、まあ、仕立ての良いスーツをお召しでいらっしゃって、えー、そして、ね、こうネクタイとのコーディネーションもいつも、ね、こうあの状況というか、ね、TPO に応じて完璧な、ね、コーディネートでいらっしゃるということで、まあ、あのかっこいいということですね。 まあ、仕立てのいいスーツを着せても、まあ、安物しか見えない日本のとある三宅を見慣れておりますと、まあ、海外の、ね、王族方の勢ぶりには惚惚、えー、れほれといたします、えー、そして皆様の、ね、選手団との交流の場面を見ておりますと、まあ、世の中、ね、国王夫妻相手でも TPO に合わせて、ね、あの選手の皆さんたちとの距離も本当に近くてあの王室と、ね、国民がまあより近く,、ねよ,り近くね、よりカジュアルになってきているように思います。 えそして最後になりますが日本で行われましたパリオリンピックの団結式の場面でございます。え短いいいい動画でござまますが相手に挟ませてたただきたいと思いますはい、というような形でねこの秋篠宮夫妻が壇上の上から選手たちを見下ろすというねまあ、いつもの上から目線とやる気のない拍手には本当にこう日本のね選手団がちょっとね気の毒になりました。 団結式というねこういった場面でございますのでせめてねこう背筋をちゃんと伸ばしていただいてそしてこうにこやかにねあの拍手をしていただいて、まあ、選手団の皆さんをね誇りに思いますぐらいはね原稿を見ずにあのみんなを励ますようなね、まあ、そんなトーンでおっしゃっていただきたいなというふうに思いました。 日本の選手団の皆様もね、まあ、パリまでは来ていただけなくとも天皇皇后両陛下にねやはりこのような場面でお出ましいただいてもう少しちょっとカジュアルな感じでねあのお声がけができたりとかかですねなんか記念撮影がね一緒にできたりっていうような、まあ、そういったことがねできるようになれば、まあ、いいんじゃないかなと個人的には思いました。 ところでパリオリンピックの選手入場で選手団がセーヌ川を下るというね、まあ、なかなか画期的な登場というかね演出がされていましたがえブータン選手団の乗った船が可愛かったということでねあの結構話題になっているようですので合わせてご紹介をさせていただきたいと思います。えブータンの選手団ねね3名だったみたみいなんです、ね でこの選手団と、まあ、あのコーチとかがです、ね、木製のボートでなんか見た目が可愛いというこういったボートに乗っていらっしゃったんですけれども実はこのボートはリバヨットという名称で、ね、世界で最もクールなボートと呼ばれておりましてイタリア製の高級なスピードボートだったそうでございます。 開会式を見ておりますと、ね、選手団もこう何カ国かの選手が、ねまあ、同じボートにこう相乗りで乗ったりとか,です、ね、なんかブータンみたいにこう出場選手が少なくてもこうブータン1カ国だけで、ね、こう小さなボートに乗ってピューィて現れたりとか、まあ、いろんな、ね、バリエーションがあって、まあ、非常に工夫されててて、ね、面白いんじゃないかなという,ふうに思いました。 はいというようなことで本日の動画は以上となりますなおただいまとしのみあいこ様の立体師を目指す皇室天板改正を希望する署名活動を行っています予定では8月31日までとなっております概要欄に署名ページへの URL を記載しておきますのでご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします 紙の署名用紙をご希望の方は概要欄に記載のリンク先からダウンロードしていただきますかダウンロードが難しい方同じく概要欄に記載の私のメールアドレス宛てに「署名用紙希望」というタイトルでお名前とご住所をお知らせくださいましたらご郵送にて発送させていただいております。はいということで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。